はい、皆様こんにちは、こんばんは。はい、なんかね、あんまり見えないんだけどね、タレがソースが多くてね、すごい具沢山です。はい、ここはね、はい、私の大好きなお花です。はい、ここはね、はい、あれ、アシカガフラワーパーク。はい、やっぱり平日は空いてていいですね。あとやっぱりね、空いてる原因もありますね。藤の花終わっちゃったしね、バラももう終盤戦だしね。はい、お昼にレストラン入りました。はい、これはね、なんだっけなんだっけ、下野牛、下野和牛の和風おろし3ハンバーグ。はい、はい、お味噌汁ね。はい、いただきます。ちょっとね、これ避けないとね。じゃあこっち先かじっちゃおうか。はい、これは揚げてあんのかな、かぼちゃね、焼いてあんのかな。いただきます。うん、あ、柔らかくて美味しい。うん、香ばしい。あとこれじゃがいもだね。じゃがいもスライスを揚げたの、焼いたのね、美味しそう。これもいただきます。はい、うん、あ、なんか味付けがね、美味しい。うん、柔らかい、すごく。お年寄りとかね、お子様でも食べやすい柔らかさです。大丈夫です。私もだんだん歯がね弱ってくる年になってきたのかなはい、ハンバーグ、お、みっちりしてる。はい、和風おろしです。はい、こっちはね、デミグラスソースです。はい、こっちも美味しそうです。はい、和風おろし食べてみますね。ハンバーグ、うん、なんか前とね、ずっと前、かなり前ね、3年前ぐらいメニューが変わりましたね。前は天丼とかね、とんかつとかね、カレーとかあったの。今なんかハンバーグとね、ステーキと、あとちょこっとしたものだったから、まあしょうがないね。ここはメインのレストランですね。はい、いただきます。うーん、うん、うん、ハンバーグだっていうかね、酸味が最初に来ましたね。この和風おろしさんハンバーグの、なんだろう、大根の酸味かな、そのタレの酸味かな。うん、まあまあ美味しいです。さっぱりします。うん、うん、よかった。はい、そちらは美味しいですか、大丈夫ですか。はい、美味しいって言ってます。はい、今度これね、なんだろう、これなんかのラタトゥイユか、ラタトゥイユ。はい、いただきます。うん、あ、すごく、いや、すごく柔らかくて、味が濃すぎず優しい味だね。うん、優しい味です。はい、なんか見た目のね、色と違ってね、すんごくあっさりしてて優しい味です。今ナスかな、何食べたんだろう、何食べたんだか分かんねえんだ分かんねえんだって言ってた、やっぱり黙ってんだ、栃木だからいいかこれは玉ねぎかな、うん、なんか、うん、なんか夏野菜を入れた優しい、何味っていうんだろう、これ酸味がありますね。うん、なんとケチャップかな、ね、うん、美味しいです。はい、みんな食べやすいですね。うん、全部柔らかくて、あ、そうだ、ブロッコリー食べてない。ブロッコリーいただきます。はい、栃木のブロッコリーかなうん、うん、あ、温野菜で美味しいです。はい、はい、じゃあね、お味噌汁、あ、具はね、具はあんまりないんだねこの麩かな、具は麩とこの緑のね、小ネギ、いただきます。うん、白味噌でね、優しい味ですね。ちょっとね、お汁をね、いただいてみます。はい、ちょっと持てるかな。はい、片手でね、はい、いただきます。うん、あ、優しい味だわ。うん、本当に優しい味。はい、はい、じゃあご飯もいただいてみましょう。はい、ね、ハンバーグにはご飯がつきものですね。はい、私はパン派じゃなくてご飯派です。ハンバーグ、ステーキが、はい、いただきます。うん、白ご飯も美味しい。栃木の米かな？ね。あ
いただきます。終わり。